カバカは、玉、ひずめ目分類されるとが、原生種は、カバで体長350から400センチメートル、体重2000から3、200キログラム。小人カバで体長150から175センチメートル、体重180から275キログラム。全身は、硬い皮膚で覆われるが、表面の角質層が薄いため長時間乾燥させると、ひび割れる。 原生種は、門士と剣士は発達し、一生を伸び続ける。原生種は、水中で、水が入らないように鼻孔や耳水は、閉じることができる。いは、複数の室に分かれるが、半数は行わない。従来このグループは、ペッカリイカに近縁であるとされていた。以前は、イノブタアモクに分類されていた。1999年には、本家と、キュークジラメスティ社からなるクレードを、 ウィッポモーファとする説が提唱された。同年に発表されたサイン法による分子系統解析では、本家はイノブタアモクの鷹ではなく旧クジラメと姉妹群であるという解析結果が得られた。カバの姉妹群はクジラ類である可能性が示唆され、クジラ玉、ヒズメメという分類群が創設された。しかし、死神予に現れたクジラ類との間には長いギャップがあり、 カバの先祖は不明であった。この間を埋める存在とされたのがアントラコテリウム家である。このグループは下顎や歯列などカバと類似した形態を持っていたためカバの祖先であると推定された。アントラコテリウムは死神世の終わりに出現した小さな頭のカバのような姿をした半水性の玉ひずめ類である。カバはこのアントラコテリウムから中心夜を頃に分化し、 進化してきたとされる。カバ科の動物が現れると、気候の変化などの影響もあり、アントラコテリウム科の動物は減少した。そして、先進世の初めに、アフリカに出現したメリコポタムスを最後に絶滅した。現在この系統としては、カバとコビトカバが残っているが、遺伝的には随分離れている。原生種は、カバは草原に、コビトカバは森林に生息する。 カバは時間帯によって活動域が異なり昼間は水中で過ごし夜間になると陸上で採食を行う。採食場までの間に踏んで臭い付けされた通路を作る傾向があり。小人カバでは下映えが密生した環境ではトンネル状になることもある。ほぼ陸生植物の実を食べる。内訳としては小人カバは臨床や出現で草本や根、果実などを食べ、カバは 稲科植物を食べる。少なくとも原生種は水中で交尾を行うことが多い。コビトカバは森林伐採による生息地の破壊、石油採掘による水質汚染、食用やトロフィーとなる破目的としての乱獲などにより生息数は減少している。日本ではカバ科単位で特定動物に指定されている。ありがとうございます。